コンドームブランドゾーンの公式アンバサダーのゾニーです。いきなりだけどみんな、マスターベーションの正しい知識に自信あるって人いる？恥ずかしいって思ってる人、気持ちいいと思ってる人、楽しいって思ってる人、いろんな感情あるよね、わかる。でもね、性欲は生き物として自然なことなんだよ。男性ホルモンの影響を受けて男女ともに性欲はあるから、我慢せずうまく生活の中でコントロールしていくことが大切だね。今まで教わったことがあるよって人あんまいないと思うから、今日はみんなで勉強していこう。まずはメリットから。自然の性欲を上手にコントロールすることでストレスを発散させるとリラックス効果が得られて安眠にもつながっていくんだよ。自分を全然知らないでゾーン本番を迎えるっていうのも不安なことだから、先に自分を知るためにも大事な行為なの。中にはパートナーへの浮気につながると思ってマスターベーション嫌だなって思っちゃってる人もいるみたいだけど、自分の快感を知ることでよりパートナーとの時間を充実させることにも実はつながっていくんだよ。適度に性機能を使用することは将来的な機能維持にも効果があるんだって。ただその一方でトラブルもあって、男性の膣内射精障害が最近増えているらしいの。まあ簡単に言い直すと、ゾーンすることとは異なる性感での射精に慣れてしまうってことだね。床女で圧迫で快感を得たり、足ピンのように特定の姿勢でしか射精やオーガズムに達せないっていうもので、人体にはない機能や刺激のあるオナホール、バイブなどの快感に慣れてしまうことで満足できなくなってしまうみたい。長年の癖だったりって直すの難しいから、まあこれは難しい問題なんだよね。ただ快感は人それぞれではあるから、適度に意識してみるといいのかもね。膣内射精障害で悩んでる人、治療で悩んでる人にちょっとやってみてほしいのは、1、コンドームの内側にゼリーを入れる。2、挿入をイメージして気筒を含めて動かす。3、刺激の少ないこの状態での性感に慣れる。この3つの工程かな。感覚を戻すためにはちょっと時間がかかったりもするんだけど、まあ修行期間って思って頑張ってみてもいいかもね。次に、マスターベーションの頻度ってどれくらいなのって疑問に思ってる人もいるよね。男性がマスターベーションを行う回数は、かなり積極的だね。あ、でもね、男性は性器が外部にあるので、マスターベーションにおいてもついその扱いが手荒になりがちになってしまいます。手による強いグリップと摩擦は傷つけちゃうだけじゃなく、さっき問題視した射精障害、治療の原因ともなるから大切に扱ってあげてね。女性は男性とは異なり、マスターベーションの回数は少なくて、女性の場合、膣、クリトリス、胸など性感帯はたくさんありますが、性器の構造上ちょっと注意してほしいのが膣粘膜。自浄作用はもちろんあるんだけど、成分が残りやすくて体内への吸収もしやすいから、製造メーカーの記載がないようなローションの使用などは絶対に避けてね。女性のマスターベーションでは何よりも安心できる成分のものを使って、性器や胸だけではなく自分が気持ちいいと思うところに触れてリラックス感を楽しむことが大切だよ。ゾゾゾゾゾーン。マスターベーションといえば女性より男性のイメージが強いと思うんだけど、もちろん女性も自然な現象だし、自分の体を知って大切にするいい機会なんだからね。みんなも正しい知識をつけてパートナーとの時にも活かしてね。この動画がいいなって思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。次回のゾニーの配信まで、レッツゾーン。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。ゾーンも使ってみてね。